俺の名前は佐竹博文。どこにでもいる。いや、人生設計に狂いが生じた男だ。日頃身を小にして会社のために働いている俺だが。佐竹くん、君は随分と病欠が多いようだね。はあ、いろいろと不幸に見舞われまして、このところ雲行きが怪しくなってきている。それにしてもこの回数は異常だよ。年の三分の一を休んどるじゃないか。空いた穴を埋めるのにどれだけ苦労しとるかわからんのかね。すみません。度重なる病欠は断じて俺のせいではないのだが、休みすぎなのは事実。職場には迷惑をかけっぱなしなのだ。営業成績も飛び抜けていいわけでもなし。これ以上続くなら会社としても対処を考えねばならん。わかったかね。肝に銘じます。そんなことがあったので。バカけ、インドへ出張だ。明日すぐ立ってくれ。いいね。なんて急な。はい、わかりました、部長。断れるわけがなかった。悪いが、知恵との年末デートはキャンセルだ。そのような事情で俺はインドへと渡った。そこでやることはというと、年末にやることは世界中どこも一緒なんだな。ニューデリー支社での在庫チェックだった。現地採用の社員だけでは信用ならんということらしい。張り合いのない仕事だぜ。もちろんだからといって気を抜くわけにはいかん。こちとら解雇にリーチがかかっているんだ。ここから2ブロックが入庫分です。その向こうが返品で。数が一つでも違ったら大変だぞ。入念に確認しろ。海外では様々な病気が俺を狙っている。今度やられたら首が飛ぶ冗談じゃない。だから今回の出張では衛生環境に徹底的に気を使った。インドに来たらカレーと行きたいところだが、危険だ。ここの料理も生水も慎重に慎重を重ねる。すべて自前のインスタント食品で済ませた。ホームレスになることに比べればこのくらい大したことじゃない。ホテルの部屋は強力な防虫剤を巻いてある。危険はどこからでもやってくる。ダニや蚊の一匹さえ気をつければ、なんたって馬場に寄生されたことだってあるんだからな。あんな思いはゴリゴリだ。何の匂いだこれ。飯よけじゃないかな、日本の。あーすまん、俺だ。暑かろうが服は脱がない。露出部分は虫よけでガードするのだ。こんな涙ぐましい努力が功を奏し、俺は無事に出張最終日を迎えることができた。今日さえ乗り切れば首がつながる。チェック作業ももうすぐ終わる。思わず安堵の息が漏れる。チェックすべて完了です。飛行機まで時間があるでしょ。お茶でもしましょうか。ありがとう。でも遠慮しとくよ。気遣いはむしろ迷惑だっつの。すぐ荷造りして空港へ。そうすりゃまず心配ない。そうして足を踏み出したその瞬間だ。足だ。鋭い痛みが走った。来た。何かわからんが来やがった。針を2本突き立てられたような痛み。資材から釘状のものか。俺は自分の足を見て仰天した。だっ、なぜならそこには俺のすねにがっちりと食いつく大蛇がいたからだ。こいつコブラだ。キングコブラ。テレビで見た。お前を狙うのが虫や細菌だとなぜ決めつけんだ。こちらを見上げるコブラの視線がそう言ってるように感じた。だっ、キングコブラ。毒蛇の中で最大級の大きさで、なおかつ強力な神経毒を持つ。その毒には象も勝ち目がない。俺の脳裏にそんな情報が駆け巡っていた。そんな危険種だから一瞬後には、佐竹さんどうしました。現地スタッフの声が遠く感じる。まずいぞこれは。気を失う兆候だ。くっそ、負けるか。首がかかってるんだ俺は。断はしない、絶対に。唇を噛み切り、意識をつなぎ止めた俺は、コブラをそのまま掴み上げた。心臓は痛いし、目はかすむ。だが俺はあらゆる感染症から生き延びた男だ。こいつに噛まれた。病院はどこだ。この程度で死んでたまるか。そのまま現地の病院へ案内された俺は、診察室へ直行。こいつの血清をくれ。噛まれたんだ、早く。な、何。これにはコブラの本場インドの医者も度肝を抜かれていた。こうして血清はなんとか間に合った。随分と量を入れるんだな。コブラは世界最強の毒を持ってる。っていうか、寝てていいんだぞ。首がかかってるんだ。血清は 800ml 点滴された。医者には2、3日の入院を勧められたが断った。帰国後の2日間の休みで復調してみせる。会社にコブラの件は伝わってるだろうが、病欠はしない。絶対にだ。その日のうちに机上の人になった。飛行機の中なら寝てもよかろう。今回は、きつかった。仕事自体は何の問題もなかったので、俺の首は皮一枚で繋がった。しかし、今回の大立ち回りが死者から伝わってきたため、よっ、コブラキラー、うっせえな。しばらく職場でいじられた。首になるより何歩かマシだ。何があろうと俺は、生き抜いてやる。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。